調布市民放送局がお送りする調布ワクワクステーション、調布で活躍している方々にお話を伺います。本日のゲストは、昨年台風19号被害に遭われた染地のセボンデルソール調布管理組合の理事長をしていらっしゃいます久保田紀之さんをお迎えしてお送りいたします。それではよろしくお願いいたします。昨年台風19号調布にも深い傷跡を残しましたけれども、その際に久保田さんのお宅もかなり被害に遭われたということですが、その時の様子を今日は伺っていきたいんですけれども、はい、まず台風19号が来るという情報が入っていた時点でもう準備とかされていたんですか？はい、昨年の台風19号の時には、まあ、あらかじめ報道などで関東地方を直撃するルートであるということ、あと、まあ、かなりの被害を与える可能性がある台風であるということが報道されておりましたので、私たちの管理組合としてもかなり情報の方は仕入れるようにしておこうと考えていました。特に報道などのほかに国土交通省の川の情報であるとか、あるいはヤフーなどの災害情報などは情報として必ず住民の皆さんに対しても共有できるような状態を作っておこうということで、そこにまず最初、まあ、前日までは不審したというような形にはなっています。はい、今までも台風が来るっていうたびにそのあたりのことはこう準備はされていたんでしょうか？はい、私が今回理事長になったのが昨年の夏になりますので、その前までに関しては水害が起こったときは例えば機械式駐車場の車を早めに避難してくださいといったアナウンスは、その1、2年ぐらい前からはしていた状態ですが、特段何かそういった備えというところまではやっておりませんでした。では今回去年の昨年のその台風のとき、まあ、準備はされていて、それを同じマンションタウンハウスっていうんですか、はい、同じ住民の方たちに何か情報共有とかそういった形っていうのはどういうふうにされていたんですか？はい、もともとは私たちのタウンハウスでは、まあ、通常のいわゆる普通のマンションと同じように、例えば紙ベースでのお知らせとかそういったもので流すことが多かったんですが、ここ 1,2 年に関しては LINE をうまく活用しようということで、管理組合の理事メンバーで LINE のグループを作ったりとか、あと、まあ、ガーデニング好きな方々が結構いらっしゃいますので、そういった方々で LINE グループなどを作ったりということはやっていました。うん、今回の水害の時も、それらの LINE グループの中で情報を皆さんに共有するということを今回やっていた形になります。うん、話が前後してしまうんですけれども、マンションとは違う形になるんですか？タウンハウス、はい、タウンハウスというのがなかなか皆さんご存じないかもしれないんですが、ちょうど戸建て住宅とマンションのちょうど中間のような建物になっています。1世帯は、我々私たちの建物の場合は、地下1階2階屋上で1つの建物を構成していまして、それが横に長屋のようにつながっている、まあ、鉄筋コンクリート製ですが長屋のようにつながっている建物の構造になっています。うん、他のマンションとはまたちょっと違った形になりますよね。はいはい、世帯数はどのぐらい？はい、63世帯あります。うん、では実際にそういった形で趣味のグループを作ったりとかっていうことは日頃からされていたということで、はいはい、ではそういうところからの情報で同じタウンハウス内の住民の方々に情報が回るようにっていうことを、うん、はい、実際に事前に皆さんのところに回る感じだったんですか？はい、全ての世帯の方々がまだその当時は LINE に皆さん入っているわけではありませんでしたので、ごく一部の限られたやはり人たちという形にはなっていました。今回の台風19号に関しては、うん、はい、実際に台風が、まあ刻々とこう迫ってくる情報が入ってくるかと思うんですけれども、うん、はい、その時にどういう対応をされていったんでしょうか？はい、台風の、当日ですねについては朝6時から、もうかなり、まあ、まずい台風のルートであると警戒注意報なども出ていましたので、朝6時から、
その LINE グループに対して多摩川の水位の情報であるとか、降雨ですね、雨がどれぐらい降るのかといったあの情報であるとかというのをリアルタイムに配信しておりました。かなり今回についてはあらかじめ避難した方がいいという報道も出ていましたので、LINE グループの中では、実際私の家もそうだったんですが、車をあらかじめ、近隣に避難させておくとか、あるいは私たちの建物の地下室は普通の居住スペースになっていますので、地下室にある、洋服であるとか、あるいは思い出の品です、アルバムといったものは、あらかじめ2階に上げておくとか、そういった対応を私の家ではやっていたんですが、そういった情報もLINE で流すことによって、他の住民の皆さんが結構まずいのかもしれないという気づきになって、行動につながっていくような形を少し結果的にはそういった動きになっていた形になります。久保田さんのお宅では今こういう状況だから今うちはこうしてるよみたいな形で、はい、メッセージを送っていたという感じ、はいはい、そういうような投稿をしたところ、やはり今回の台風ってかなりまずいねとか、あるいはうちも車を移動させなきゃいけないねとか、あるいは避難はどうしようといったコミュニケーションがそこの中でなされていて、そこのグループに参加されている皆さんの、意識がもう朝8時とかの段階ではかなり強いものになっていました。63世帯あるとなかなかそこから漏れてしまう方とかもいるのかなと思うんですけれども、はいはい、そのあたりのことも何か気をつけたことありますか？はい、台風が実際に被災する前までは残念ながらそこまでは意識することはできませんでした。ただ台風が実際に直撃をし、私たちの建物が被災して以降はそういった LINE での情報をうまく利用しようということで、全世帯の皆さんに入っていただくような取り組みを行いました。ではちょっと時系列で、ね、伺っていこうかなと思うんですけれども、では最初の段階ではそこまで皆さんには伝わってはいない、みんなが情報共有できている状態ではなかったっていうことですけれども、その状況の中でどのぐらいの方が実際避難されたりとか、はい、どういう動きをされたのかっていうのは後からでもこう分かっていますか？はい、先日ちょうどアンケートを取りまして、台風19号の時の皆さんの避難行動についても、調査を行いました。およそ半分ぐらいの、ご世帯は親戚とか、知人のお宅に避難するといった行動を取られていました。一方で、大体3割ぐらいですかね、の方々については、自宅での避難ですね、自宅の2階に避難するとか、そういった形で自宅に留まられてた方々が、それぐらいいらっしゃったという形になります。久保田さんはその時はどうされてたんですか？はい、私は、台風19号の時には、午前中のうちに家内と子供を避難を近くの実家にですね避難をしてもらっていまして、で私はその間に家の片付けというかアルバムを上に持って行ったりとか、大事な荷物とかそういったものを2階に持っていくといったことをやりながら、その LINE で情報を皆さんにも共有するといったことをやっていました。では結構な時間までお家にいらっしゃった？はい、実際に私が、自宅から退避したのは、当日の3時ですね、に退避した形になります。というのも、今回の台風19号で多摩川の水位がかなり危険水位まで上がっていくと、でそれの予測がネット上でも上がっていてですね、それが大体16時の段階でかなり危険な水位になるというような予測が出ておりましたので、1時間前の当時の3時ですね、15時の段階で、私は退避しますと、皆さんも退避してくださいといった形での呼びかけを行いました。実際にその時はまだ残っていらっしゃる方もたくさん、はい、ペットを飼われているお宅がかなり私たちの建物にも多くて、あるいは車をお持ちでないというご世帯も結構いらっしゃるものですから、
どうしてもやっぱり家を離れられないということで、家で避難しますというふうな形で連絡をいただいた方もいらっしゃった形になります。実際に被害としてはどういう被害があったんでしょうか。私たちの建物では先ほど申し上げたように63世帯 の、 家族が住んでいるんですが、63世帯すべてのお宅で地下室が浸水するといった状態になりました。すべての宅なんですね、はい、その情報というのはどういうふうに入ってきたんですか。はい、そちらもですね、LINE で台風の直撃して被害を遭っている状態の時に、LINE 上で建物に残っていらっしゃる方々からリアルタイムに情報が来ておりました。その中で停電が発生したりであるとか、水が入ってきてしまったといった情報をいただいていたので、そういった形で避難の被害状況に関しては情報を収集していた形になります。はい、その時に、理事長さんとして何かされていたこと、情報を集める以外にあるんですか。はい、情報を集めた上で、かなりの被害が出たということが情報として分かってきましたので、レスキューの体制というかですね、復旧のため の、 組織人員を設定準備をしていた形になります。具体的に管理会社の方と前日の夜にですね、会話をして、この程度の被害が出てしまっているという情報を共有した上で、体制を組んでほしいと。で、私たちも一応体制を組むので、一緒に体制を組んでほしいということで依頼を投げました。こちらで体制組むというのはマンション内の人たちでの体制、そういう時にこう体制組める形というのは事前にある程度あったんですか。はい、先ほど申し上げたように理事会のメンバーでも LINE のグループを作っていましたので、その中で情報を共有しながら、翌日の動き方についても、相談をしておりました。でもどんどん、水が来ているという状態の中で復旧に向けての準備をされていたと。はい、なるほど。その日はじゃあもう夜が明けるのを待つしかない状態っていう。そうですね。はい、夜は結構雨が落ち着きましたよね。はい、日は、実際浸水が始まったのが8時とか9時ぐらいから、浸水が始まりましたが、雨はもうその段階でかなり小康状態にはなっていました。夜11時ぐらいになるともかなり雨が止んでしまっている状態だったというふうに記憶しています。そうですね。じゃあ、お家に残ってらっしゃる方もとりあえず浸水しているけれども上の階で夜を過ごされて、はい、ということで、はいはい、分かりました。で、実際夜が明けての動きというのは どういう動きをされたんでしょうか。はい、私はちょっと避難をしていたところから実際に現地に朝8時ぐらいですかねに戻りました。で、その間に調布市の防災の方々であるとか消防の方々とは連絡を取って、こういった被害が出ているので、サポートいただきたいというような形でお願いをまずするということがまず最初にやったことです。実際に現地に入ってからやったことは大きく2つです。一つはこういった災害になってしまったので、住民の方々のまず情報を正しく共有してもらうということと、正しい情報をリアルタイムに配信するということが必要になりましたので、住民の方全員が入れる LINE グループを急遽作り、周りにいらっしゃる方々に協力をいただいて、こういった LINE グループを作るから、手当たり次第招待していってくださいというような形で呼びかけを皆さんに手伝っていただきました。まずそれの体制を作ったのが一つ。もう一つは、浸水をしたということで、その浸水の、水を汲み上げるという対応が一つと、あとそのためには電気系統を復活させなければいけなかったので、そういったインフラ周りのところの復旧作業の方を並行して行ったような形になります。で、まずその LINE グループなんですけれども、はい、そうは言ってもいろんな年齢層の方がいたり、はい、LINE はっていう方もいたりっていうことは結構あるかなと思うんですけれども、はい、実際のところはどうだったんですか。はい、実際そうでした。はい、
まあ、どこまでの方々がそこに参加いただけるかどうかというところは不安はあったものの、まあ、実際の呼びかけていく中で、いや私は LINE やってないんですって方もいらっしゃれば、 LINE はやらないんです、まあ、嫌いなんですよっていう方も何人かいらっしゃいました。ただ今回の水害災害に対しての、まあ、情報が唯一の情報源がそこの場ですね。自分たちの家ではこういった被害を受けてしまったといった情報であるとか、私の方からはこういった復旧がされ何時ぐらいされますよ、何時ぐらいに復旧しましたよといった情報を全てそこで流していたこともありまして、急速にメンバーが増えていきまして、だいたい今そうですね、スタートして2、3時間ぐらいで60人ぐらいの規模感までは一気にメンバーが増えていったような形になります。63世帯ですもんね、はい、かなりの数が入ってるっていう、やはりその瞬間というかその状況って皆さんすっごく不安だったんじゃないかなと思うんですけれども、うん、そういう意味での、まあ、心のケア的なことっていうのも何かこう気をつけられたこととか声かけとか何かされたことあるんですか？はい、私の方は先ほど申し上げた通り、実際には、まあ、電気系統を復活させるとか、あるいは消防の方々とか調布市の方々とコミュニケーションを取りながら復旧作業をしていかなければなりませんでしたので、正直そこまでのケアというのは十分にできてたかというとできてなかったかもしれないなという反省はあります。一方で皆さんが LINE のグループの中でつながっているということが、皆さんの安心感につながったり、何かわからないことがあると他の方がフォローいただけるといった形で、ネットワークがうまく構築できたのが良かったかなというふうに思っています。実際に床下浸水、はい、地下のお部屋が浸水していくっていうことで、はい、相当なこう気持ちのダメージも、はい、あとは何からどうしていいかっていうところだと思うんですけれども、うん、はい、LINE で情報は流されたっていうことですが、実際にはどういうその水を引くところとかどういう段取りでこう進んでいったんですか？ですね、まず、消防からかなりの台数が救援に来ていただいて、消防の方々の持っている排水ポンプで水を汲み上げるという作業を行っていました。あと先ほど申し上げたように建物が停電してしまっていましたので、排水ポンプも動かない状態になっていたので、電気系統をとにかく復活させるというところに関して並行して作業を行っていました。電気系統っていうのは向こうの川崎の方では、ね、なかなかこう復旧しなくて大変だったっていうニュースもありましたけれども、はい、浸水しているわけではなくて比較的早く復旧ができたってことですか？はい、電気系私たちの建物は東棟と西棟という形で分かれていまして、幸い西棟に関しては電気の復活は1時間ぐらいでできたんですが、残念ながら東棟の方は電気の変電設備自体が水没してしまった影響で、その日は電気を復活させることはできませんでした。西が復活していることでこう東もなんか同時にできたりするんですか？できないです。できないんですね、はいはい、ただ西棟の方にあった電気を電気のケーブルもともと備えていましたので、東棟の方に電気の配線を行って、まあ、スマートフォンとかそういったものの充電ができるような状況だけは作りました。実際にじゃあ翌日になって、まあ、そういう電気系統を復活させて、さあこれからじゃあどうしようかっていうところで具体的にはまあ、理事長さんとしてまとめていく中でどういうことをされたんでしょうか？そうですね、災害ボランティア の方々が、初日から一定数駆けつけていただけまして、まあ、翌日以降の災害ボランティアの方々のサポート のお申し出をいただくことができました。で、私たちの建物ではそれぞれ家族構成も違いますし、被害の状況、まあ、被害は全員皆さん水没しているというところにおいては変わらないんですが、
被害の状況をサポートしてほしい状況というのが多少やはり違いがありましたので、翌日以降どういった支援が求められるのかしてほしいのかといった情報を、同じくインターネットでフォームを作りまして、ボイブでフォームを作りまして、そちらに皆さん毎日こういったことを困っているので、こういったサポートをしてほしいというのを毎日情報を吸い上げて、でそれを日に1回、私とあとボランティアの方の、リーダーの方とで、それを取りまとめて、で翌日以降の、救援計画を立てるようなことはやっておりました。かなり無駄が省けてスムーズに進んだっていう感じなんでしょうか。はい、先ほど申し上げた通り、一人暮らしの、世帯もあれば、高校生とか大学生のいるお子さんのいる家庭というのもあります。でどうしてもボランティアの方々というのはやはり人数が限られていますので、そこにおいてなるべく一番困っているお宅、一人暮らしの例えば女性のお宅であるとかというところに関して優先的にボランティアの方々に入っていただき、ある程度若手がいるような家族構成のお宅については申し訳ないですが、少しもう数日お待ちくださいというような形のことはやっていました。ボランティアっていうのは市の方で集めてくださっている、はい、はい、実際にこうそういう形で市とかいろんなところとこう情報を共有したりお願いしたりってことをされたと思うんですけれども、はい、それをしていく中で気をつけたこととか何か気づいたこととかっていうのはありますか。はい、繰り返しになりますが、人数はやはり限られている状態ですので、実際にボランティアに入っていただく方々に翌日何をやっていただきたいのかというのは私たちの方から整理してお出しした方が、より効率的に動くだろうというふうに考えました。例えばこのお宅については例えばベッドを運び出さなければいけないという場合には、ボランティアの方々にそういったお話をした上で、そういった体制をその費用に組んでいただくといったことをやったりですとか、なるべく効率的に人員が投入できるような形というのはちょっと心がけるようにはしておりました。そうは言ってもそれぞれの皆さんが直接不安になってこうあちこち連絡したりっていうことも、はい、するのが普通かなというふうに思うんですけれども、はい、そういうこともこう統制されたりとかしたんですか。はい、おっしゃる通りでかなり日は情報が混乱していた時期だったかと思っています。例えば調布市の防災チームであるとかあるいは消防であるとかそういったところに住民の皆さん個別に連絡を言ってしまうと、どうしても情報が無駄になってしまったり優先順位のつけ方が難しくなってしまうかと思いましたので、先ほどのその LINE 上で困っていることを吸い上げて、まとめて私の方から調布市であるとか消防であるとかそういったところに対しての依頼を投げたり、逆に、調布市の防災の方々からもらった情報は私がまとめて住民の皆さんに対して情報配信をするといった形での情報の、統制というかコントロールは行っておりました。すごくその形がうまくいった状態だったんだなっていうのを伺っていて思うんですけれども、はい、その LINE グループで情報を流すっていうことも、はい、先ほどお話ししていた3時間で60人ぐらいっていうところが、はい、その後はどのぐらいに増えていったんですか。はい、今で140人になっています。そうですね、63世帯で140人ですので、ご家族で入っておられる方であるとかお住まいにはなってないんですが例えば一人暮らしの、お母さんのお子さんが入っていただいて情報連携していたりとかということはやっております。すごくそれはうまくいっている形ですよね。他も真似したらいい状況だなとは思うんですけども、はい、何かこう
こういうことがあったからやっぱりうまくいってる感じですか。そうですね、多分普通のマンションで LINE グループ作りましょうというと、多分先ほどあった通り、いや私 LINE やらないですからっていう方とか必ず出てきてしまうかなとは思っています。まあ、そういう意味では今回のその水害をきっかけにして、コミュニティが形成できたのは不幸中の幸いだったかなというふうに思っています。その後もその LINE のグループを、皆さんの中でコミュニケーションにうまく活用いただいて、困ったことがあるとそこに投げて、それを持っていらっしゃる方がいたり、ちょっとこういったこと重い荷物があるんで手伝ってほしいんですけど手伝ってくださる方いますかっていうと、僕手伝いますって方が出てきていらっしゃったりっていうふうな状態ができていて、とてもいいコミュニティができたかなというふうには考えています。皆さんのいろんな得意分野が他の皆さんのお役に立つような状況だったってことですね。はい。今回の調布ワクワクステーションのゲストは、昨年の台風19号被害に遭われた染地のセボンデルソウル調布管理組合の理事長、久保田紀之さんでした。お話を伺ったのは柴田恵子でした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか。この番組の映像を調布市民放送局のホームページでご覧いただけます。ぜひ久保田さんのお話を伺っている様子もご覧ください。これからも調布で活躍されている方にお話を伺いますのでお楽しみに。それではまた来週お会いしましょう。